はい、今回のテーマは腰痛に効果のある股関節ストレッチです。はい、本日も動画をご視聴いただきありがとうございます。整体院リプラミゾロです。今回はですね、腰痛に効果のある股関節のストレッチ、エクササイズを一つお教えしたいなと思います。で、今回はベッドとか床で四つ這いでできる運動をお伝えしたいと思いますので、ぜひやってみていただけたらなと思います。今回の運動に関しては股関節結構しっかりめに動かすので、ちょっと股関節の痛みが結構強い方とか、あとは手術されている方とかはちょっと注意してやっていただけたらなと思います。ではですね、ベッドの上か床などに四つ這いになっていただきます。この状態からですね、動かす方の股関節をガバッと前に、なるべく前に出します。この状態でも結構股関節伸びたりはするんですけど、ここから少し動きを入れていきます。で、ここからですね、お尻ですね、円を描くように動かしていきます。時計回りと反時計回り10回ずつぐらいでいいので動かしていきます。10回やったら次反対ですね。この状態で動かすとですね、結構この股関節付け根のところですね、が本当にこう、突っ張る感じがすごく出ると思うんで、それで、ストレッチできてる状態なので、それで10回やっていただけたらと思います。で、左が今10回終わりましたので、次そして反対いきます。反対を今度右足やるときは右足をガバッと前に出します。はい、この状態でまたお尻を時計回りと反時計回りに回していきます。で、反対いきます。痛みが強い方はちょっとこう曲げる角度とか浅くしてやっていただけたら結構かなと思います。いける方はもうしっかり曲げていきます。ですね、結構簡単そうに見えるんですけど、まず最初のこのポジションが取れない方結構いらっしゃるので、ここでしっかりポジション取って、股関節を動かしていく、お尻ですけどね、お尻で円を描いていくと股関節しっかり動きますんで、ぜひやっていただけたらなと思います。今回はですね、腰痛に効果のある股関節のエクササイズ、ストレッチをお伝えしましたので、ぜひやっていただけたらなと思います。では今回はこれぐらいにしたいと思います。では。